どうも、皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。プロテインです。今日もですね、まあ、コメント返しをしたいと思うんですけども、まあ、前回のね、すいませんでした。うん、まあ、そういうこともあるんですよ。まあ、同じ人間ですからね、キャラを作れって言われてもね、まあ、作れるっちゃ作れますけど、まあ、ネットだからさ、リアルだったらそれは作るけども、まあ、ネットですからね、まあ、いい点悪い点ありますけど、ありのままの自分をね、出していきたいと。まあ、なわけで、まあ、レッド一等号状態で、まあ、まあ、お話ししたんですけども、まあ、不快にさせてしまった方は、すいませんです。ということで、切り替えてね、行こう。今日はですね、まあ、よくすごい質問されるんですけども、まあ、女装したきっかけと、まあ、このネットに顔を出すきっかけっていうのをね、まあ、コメント返ししていきたいと思うんですけども、まあ、僕は女装したきっかけはね、まず女装したのが、大学卒業して社会人の1年目ぐらいだったんですよ。まあ、なんでしたかというと、まあ、ちょっとね、辛すぎてね、社会人生活がね、もう現実逃避したいと。そして、まあ、それに伴って、モテたいと思ったんですよ。まあ、僕、全然ね、モテなくてね、そして女性の気持ちがよくわからないと、まあ、思った時に、どうしたら女性の気持ちってわかんのかなって、よくネットとかで調べたんですけど、まあ、ヤフー知恵袋でもね、調べたんですけど、全く意味がわからん。じゃあ女性のことすりゃいいやと思って、それで女装をしようと思ってね。で、初めて、あ、こんなファンデーションとか使うんですか？こんなアイライン描くの？マジめんどくせえな、女性はと。うん、半端ないなと思いましたね。まあ、それで何を得たかというと、まあ、女性に対してね、まあ、アイライン変わったなとかってマジでわかるんです。アイシャドウ変わったなとかって。で、まあ、髪型も変わったっていうのはもちろんわかるんですけど、その化粧のね、変え方がわかったな、変えたなっていうのが気づくようになって、結構会社で言ってたんですね、女性社員に。あ、今日アイシャドウ変えたって。アイライン変えたみたいな。付け間ちょっとずれてねみたいな。ちょっと、チーク濃くね、うん、結果ね、うぜえよって、うん、言われました。うぜえよって言われました。まあ、それが、女装したきっかけに、なります。はい。そしてね、まあ、顔出しをね、したきっかけはまあ、ほとんど一緒なんですけど、まあ、現実逃避っていう面でね、自分をもっと、アピールしたいと。まあ、なんか居場所を作りたいなと思ったのかもしれないです。今はもうほんと趣味になってるので、やっぱね、ほんとにね、変わりましたね。もう女装したりとか、こうやって自分の秘めた力というか、まあ、秘めた力とかないんですけど、そうやってね、どんどんこうやってアプローチしたりとか発信していくと、いろんなね、見方が皆さんあると思うんですけど、自分自身がわかると、ほんと良かったなと思います。まあ、これ見てる会社の人とかもいるんですけど、まあ、そういうの気にせずね、まあ、自信持っていこうと。うん。やっぱね、人を好きになるにはね、まず自分を好きにならなくちゃいけないと。僕はね、そこで感じましたがね。まあ、なので、まあ、女装しろってわけじゃないんですけど、これやりたいけど、世間一般の常識的になんかおかしいよな、これやりたくないな、やめとこうって。周りの先生とか友達が、すいません、やめろって言うから、俺やりたくないや、やめとこうかな、やりたいけどって、いう人はぜひね、そういうの取っ払ってね、やった方がいい。誰もやったことないから、やっぱりね、そうやって、マイナス評価しか出ないわけであって、やってみたらね、意外と、あれ？すごいいいぞと。そして、知らない人たちからの評価高くなるぞと。新たな自分が発見できるんじゃないかなと、思いますので、まあ、ぜひね、うん、一歩踏み出して、新たな自分を見つけて、まあ、動画出すなり、まあ、違った趣味に没頭するなり、やってみてはいかがでしょうか。ではですね、以上で、まあ、僕が女装したきっかけと、こうやってネットに顔を出すきっかけを、紹介する動画になります。ご視聴ありがとうございました。また、お願いします。何でもね、下ネタでも、何でも待ってますので、ありのまま答えますので、では、バイバイ。チャンネル登録はこちらになります。